新州市は中華人民共和国下北省高水市に位置する研究市。987年、北総により設置された西安県を前身とする。西安県は新州周知とされたが、1369年に秋代により廃止となり、管轄区域は新州直轄とされた。中華民国が成立すると1913年の修正廃止に伴い、 新州は新剣と改められ、直令省汎用道の管轄とされた。1928年に河北省直轄、1937年には第九行政ただし殺付された。1938年、中華民国臨時政府が成立すると河北省が設置され、1945年に王朝明政権が崩壊するまで補定道。 マサダの管轄とされた。これとは別に、日中戦争期間中は中国共産党の抗日拠点とされ、1938年5月には共産党が主導する審査式編区政府機中政治主任交渉1選書の管轄地域とされ、1940年1月には深南県及び新北県に分割、同年6月には両県は 基中高所7選書に移管された。1942年6月には深南県、新北県も基中高所6選書に移管された。1945年3月、深南県、新南県が統合され、新県となり、さらに8月には、新多場県が廃止となりその行政区画は新県に編入された。その後は1946年5月に、 気中高所十一戦書、1949年8月に河北省高水戦区の管轄とされた。中華人民共和国成立後の1952年11月、新県は石化層戦区の管轄とされたが、1960年3月に石化層市、1961年5月に石化層戦区、1962年7月に高水地区に移管された。 1994年7月4日、新県が研究史の新州史に改編。1996年には、地球史の降水史成立に伴い降水史の管轄とされ現在に至る。ありがとうございます。